練習が練習をしてなくてとてもピンチピンチですもう22時ですびっくりだ <laughs> ピンチ感出てないのが逆にピンチっぽいでしょ <laughs> でしょ <laughs> 余裕そうに見えて <laughs> そうなんよ、ね、私はなんか配信配信してる時はそんなにねピンチ感は出ないです、ね、ピンチだとしても。 フフフフフ逆に色出てこないだってええー、今は全然出てこないだって普通に普通にまだ ほぼ何もやってない。笑,笑い事じゃないんだ。<laughs> でも笑っちゃう。<laughs> やばすぎて笑っちゃう。配信してる場合じゃないっていう感じ。まあいいんだけど。まあいいんだけどね。まあ全然。明日が本番で何もやってないとかだったら、 マジでやばいんだけど、まあでも別にまあそれに比べちゃったらまあやばくないね全然 <laughs> それに比べたらいや本当にねあのもう寝たいもうもう寝たい疲れた寝たい私寝たい三時間寝れたらいいいいことにしよういいってことにしよう <laughs> まあでも意外と意外とでも意外と早く全然意外と早くやること終わりそうっていうなんかすごい変な自信はある根拠のない根拠のない自信だけはあるので。 こん,ばんは確かにテスト前のおだってまあでも別にテストはさなんかすごいすごいなんか受験命とかじゃなかったら別にそんなに <laughs> 思っちゃううんに別に言うてピンチじゃないな うん、根拠のない自信やね、いいですよ <laughs>、うん。でも私考えたんですよ。さっきコーヒー飲んでブラックコーヒー飲んだし、もう配信前に。だから眠くないですね。そんなに効果すぐ出るか分かんないけど、今眠くないです。うん、眠くないし、なんか、あのね、 自分の部屋で、まあ、練習するんですけど当然のことごとく当然のことなんですけど自分の部屋で練習するんだけどやっぱり自分の部屋はさあのベッドがあるわけじゃないですかもう寝れる寝るところがだからだからね歯磨きしなかったらベッドに入んないかなと思ってそうだからまだ歯磨きしてないです 気しないで、ね、まあ限界だったら寝ちゃうかもしれないけどでもそんなに多分1日ぐらいオールしても人間って多分平気だから限界にはいかないと思うんでうだからその作戦でいこうと思う今日はそうなのよベッドはねなんかお風呂入っお風呂入っ ホラーも入ったんですけど歯磨きしないで寝れるいやそんなことはない、うん、まあそんなね <laughs> 私の私生活みんな知ってるわけじゃないから <laughs> わかんないと思いますけどでも大体の確率じゃないですね9.5割 <laughs> いや座らなきゃ寝ないし寝っ転がら,らなきゃ寝ないから立ってたらいけるんでしょ <laughs> うでも一回座るとはってなっちゃうのうなんか一回動画見てみようと思って見るとその座って動画見てたりとかするとなんかもう立,立ちたくなくなっちゃうんですよねでも昨日とかもそうだったけどは立ちたくないで立つ <laughs> 立ちたくないって思う、思ったら負けだから、出したくないって、立ちます。今で、思わせない。出したくなくなっちゃった、とかじゃなくて、出したくなくなるない <laughs> そうそう。すごいでしょ <laughs> うん。これ、おすすめです。はい。 何の話してんの本当に <laughs> でもそれこそで言ったらさ勉強とかは座ってやるものだからこれは使えないですね <laughs> ね <laughs> 電車の眠たくなる分かるいや揺れるからですよね多分車も,車もそうだしうん 勉強とかだったら座ってるから座ってもこうやって寝ちゃうよね,ね私でも勉強はそんな夜遅くまで勉強したこともないし眠くなったら寝るし勉強してたら <laughs> 普通に「あ眠い寝よう!」って言って布団かぶって「いおやすみ」<laughs> うん、電車はね本当に眠くなる。 でもなんかさなんか全然全然もう2駅3駅とか分かんないけどまあ全然寝るには短いなっていう時間あるじゃんでもその時は寝ないようにしなきゃって思うじゃん思えば思うほど寝た時にあのこうやってガクガクなるっていう <laughs> 最近はねそう寝て,ない寝てないんですけど最近は普通になんか睡眠不足じゃないので電車で寝たりとかはしないんですけど そうそうそうう基本的になんか電車とかで寝るのは嫌なタイプなのでうん今日メールにメール メールにも書いたんだけどで今日ね違うあえっあ,あ <laughs> 話すことまとまってなさすぎてびっくりしちゃったもうやめよう話すの <laughs> やめよう深夜2時半のドボンは驚いたうん今ねイベントやってないので深夜にできるのであのー、何もコメントも更新せずにあの深夜に突然やることとかもありますので <laughs> 逆に私もびっくりしたけどね <laughs> うんうんすごそんなに寝てたメールに映ってるのせなたあんだっていやメール見てないか知らん <laughs> メンバーのメール見てないよ見れないし お金払わなきゃ見れないからメンバーも。うん。ンタン黒キャップですね。そう。ゆずかのストーリーにもなってる。そう、今日ね、同期いっぱいいたし、楽しかったですね。同期と喋ってる時間が。同期と喋ってるって とあとお母さんとナズナと3人で喋った時もあって楽しかっためっちゃまあラン,ランとずかとナズナがナズナとセナとオカリナ5人で写真撮ったんだけどセナとセナとオカリナは自分の携帯でちょっと面倒くさくてあの写真撮ってないので <laughs> あのそのねそれ以外の3人が撮った写真は。 ゆずかはインスタランは多分ねあれですねメールなずなを7 5五に載せてたねそうそうって感じですそう今日ねなんかうんレッスンの合間とかちょっとしたね休憩時間とかでその同期と喋ったりとかあとは ハー、はあ、さんとナズナと3人で喋ったのが一番笑ったかもしれん今日は <laughs> 分かんない <laughs> どうなんだろう, <laughs> うんナズナって本当にでも喋れるからさナズナと先輩とってなったらもう一生楽しく話ができる気がする 私、話すのの苦手なので、まあ、話してて楽しいは楽しいけど何て言うんだろうなんかね盛り上がるかって言われたらそうなかなか盛り上がるのって難しいんですけどト,トジェリーあっ今日奈々さんにお会いしてそうレッスンじゃなくてあの普通に奈々さんは違うお仕事かなんかで。 いてその奈良さんも休憩時間で私も休憩時間でたまたまそうたまたま会えてで、ね、その時に奈良さんがトム・ジェリーのジェリーの洋服着てたのだから「あっ!」つって「<laughs> 私めっちゃジェリー好きなんです」って言って「そうなの?」って言って話しました「<laughs> なずなといる時もセナタン好きだ」って。 なないやいや自分でもあのなずなといる時の私めっちゃしゃべるなって今日も思ったなんかなんかねなんかやっぱりレッスンとかっていろんな人と喋る機会があるからいろんな人と喋るけどでもなずなが来た時の安心感と <laughs> 自分の口数の多さにちょっとびっくりしちゃう <laughs> うん。 自分でもびっくりそう、うんそうそうね奈々さん奈々さんと喋るのめっちゃ楽しかった今日は楽しかったとか全なんか母、はあ、さんとなぜなぜ3人で喋った時と奈々さんと喋った時が楽しかったいいね会話っていいよねうん うん <laughs> すごい自分自分も昔よりは会話っていうものができるようになったんだなって思いましたね <laughs> ハータンだってハータン最近会ってないな毎回言ってるわハータンってレアキャラですねだいぶチーム B 公演とかに出てると思うけどチームが違ったら全然全然じゃあ15分経ったけど30分になったら気キを読みますね <laughs> 石倉の空気か石倉は あれだね私まあうん西倉の時の方が静かだな私どちらかっていうとえななさんもメールに書いてくれたのえなに何, <laughs> 何を書いてくれたの <laughs> 気になっちゃうすぐ気になっちゃう私 <laughs> う本当に楽しかったんだ参考一の時いや あんだから私ににいん一対一の方が得意なんですよどちらかというとずっと一緒にいるとしたらだからなぜなといるなぜなといるクララといるなぜなとクララといるやつ違うんだよな、ね。<laughs> でもなんかなんかさコミュニケーションの取り方上手になりたいというかなんか今日は奈々さんにお会いして思ったけどなんかすごい自然とそのたまたま私がなんかたま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 っていうかまあ何て言うんだろうね普通に通りかかったんですよ。したらそう なんて言われたか忘れたけど名前呼ばれてとりあえずで気づいたらなんか <laughs> あっ <laughs> かしゃべってたと思って <laughs> そう <coughs> そうなんですよ気づいたら奈々さんの前にいるみたいな <laughs> そうそう セナタンたちに会ってよだっ <laughs> イイラズナンと一緒の時のセナタたのツンだってあーツンデレのツンね <laughs> そんなつもりはないでもワンチャン明日あでも期待させちゃったらあれだけどでもワンチャンまあ短かったとしても 一緒にショールームしたいって思ってる15分はた <laughs> いって思ってるから <laughs> 話してみると面白い本当に面白いんです <laughs> でもねいや私 私本当に私本当に成長したと思う先輩と喋れるようになったっていうまあまだなんか他の人にまあ他に比べたらそんなに喋れる方ではないけど昔と比べたら今日もそう名前だったら奈々さん絶対緊張してたんだけどなんか普通に 奈々さんからも話しかけてはくれたけどこうだよねって言ってあじゃあこれはこうでって私からじゃあなんとかなんとかっていうのが出るのがすごい <laughs> うんなぜなら静かな時あるある全然ある <laughs> 全然あるよ静かな時 知らなきゃ <laughs> あると思ううん <laughs> 私がせなたのこと知り始めた頃よりも話したって報告多くなったけど、うん、なんか昔は話したっていうよりかは話しかけられて笑うとかうなずく首振るとかもう来てもここで こうなっっちゃったの緊張もありとかその人見知りとかもあってそう、うんそうなんですようんだからかなあでもドラさん562そうねナゼナがいようがクララがいようが ドラさん56人とかでいたら静かになりますね。<laughs> なんかだから私もう,もう本当にそれこそもう1対1の方が1対1が1対1まあ1対 1, 1対1っていうか2人まあ 3, 3人までかなーって感じでも2人が一番って感じ自分的には合ってるんですよね多分。 なんか5人6人いたら誰かしらが喋ってるから私はなんか聞い,聞いちゃういろんな話をうんでうんうんうんってなってた <laughs> シャットダウンしちゃうのでシャットダウンしてるつもりはないけどでも普通に普通になんか自分がもう終わらせようっていう気持ちとかじゃなくてあの普通にあの続けられないんですよ あなぜなめぐみんハタンで出てたなー <laughs> なぜなはハタめぐみんカララでも静かになっちゃうだってあーうーんうん静かああでもでもね、うん、静かにはなると思うまあでもそのメンツだったら割と普通なんじゃない他のグループのドラさんは連絡取ってないですいいと思う大人数でぶらぶらしゃべっちゃうだって いいと思うでも私は逆に大人数だと何か聞く側に回る癖がついてて多分でなんか聞かれたら一言返せるけどそれ以上は言葉が出てこないみたいなそうそう言葉が出てこないそうだからなんかうなずくとかちょっと反応するぐらいなんできるけど昔はねってことで終わります <laughs> ランキング読みますやだ配信楽しくて続けたくなっちゃうけどちょっと終わります <laughs> 終わりますねごめんなさいね爪長いのほら爪切りたいのねで今日今日ちょっと早く起きて朝切ろうと思ったんだけど、ね、寝すぎた気づいたら1時間寝てたアラームかけて起きてあ起きなきゃって思ったところを覚えてんだけどそう ややばいやばいいまたた話し始めちゃったはい、13位シータン12位ミサキちゃん11位豚タバラパラダイスさん10位アカアナのソルティさん9位ウルクルクセンブルクさん8位アイスデッド2271さん7位コウジさん6位中心さん5位きなこ4位中心さんあれ同じ <laughs> 3位ヒロさん2位まさきさん1位シンさんですありがとうございましたでもつれよ私ね 割れちゃうんだよねさっきもねちょっと端っこが割れたのだからちょっと早く切らないとって感じギフト呼びますわさびいろさんまさきさんしんさんきなこアイスット2 7 1さんひろさんでマカせプリンスさんドラゴン Z にこしたさんくまん太陽ナットさんですありがとうございます イイエーイ明日はね明日は明日はお昼ぐらいに配信すると思います今のところの予定ですはいなので明日日曜日か是非あのまあ時間があったら見てください いやー頑張らなければならぬ。では、おやすみなさい。バイバーイ。またねー。